あるアイアキンタはアメリカ合衆国の男性総合格闘家、ニューヨーク州ロングアイランド出身、元 ROC ライト級王者、あるイアキンタとも表記される。ナッソーコミュニティカレッジ時代はレスリング部に所属。在学中に友人の影響でムエタイトブラジリアン柔術をはじめ、2009年にプロ総合格闘技デビュー。2011年には ROC ライト級王座を獲得した。2012年3月、リアリティ番組、ザ・アルティメット・ファイターのシーズン15に参加。ユライア・フェイバー率いるチーム・フェイバーに所属。ライト級、トーナメント1回戦で、マイルズ・ジュディーと対戦し、2から1の判定勝ち。2回戦で、アンディ・オーグルと対戦し、右フックで TKO 勝ち。準決勝で、ピンス・ピチェルと対戦し、 三から0の判定勝ちを収め決勝進出を果たした。2012年6月1日、ザ・アルティメット・ファイター15フィナーレのライト級、トーナメント決勝でマイケル・ケーザーと対戦し、リアネーキド・チョークでテクニカル一本負けを喫し、惜しくも優勝を逃した。2013年8月31日、UFC 初参戦となった UFC164 でランリク・ウトアの息子である、 ダイアイクルトゥアと対戦し、3から0の判定勝ちを収めた。2014年2月1日、UFC169 で、ケビン・リーと対戦し、3から0の判定勝ち。2014年5月24日、UFC173 で、ミッチ・クラークと対戦し、ダースチョークで 2R1 本負け。2014年9月5日、UFC ファイトナイト、ジャコレー VS。 モーサしで、ホドリゴダムと対戦し、右肘打ちで三四個勝ち。2014年11月8日、UFC ファイトナイト、ロックホールド VS、ビスピングで、ロスピアソンと対戦し、スタンドパンチレンダで TKO 勝ちを収めた。2015年1月31日、UFC183 で、ジョー・ローゾンと対戦し、右フックでダウンを奪い、ぐらついたローゾンに、 追い打ちのスタンドパンチレンダで西子勝ちを収めた。2015年4月4日、UFC ファイトナイト、メンデス VS、レマスでライト級ランキング14位のホルヘマスビダルと対戦し、2から1の判定勝ち。物議をかす判定だったため会場からブーイングが起こり、アイアキンタはインタビューの途中でブーイングに起こって帰ってしまった。2016年11月12日、 UFC205 で、チアゴアウベスト対戦予定であったが、契約内容の不満を理由に試合を欠場した。アイアキンタは怒りをあらわにし、インタビューで、UFC のボーナスは、ひどすぎる。事実として5万ドルのボーナスしか与えない。これが普通だと思っている奴らの気が知れないと、語っている。2017年4月22日。 約2年ぶりの復帰戦となった UFC ファイトナイト、スワンソン VS、ロバブで、ディエゴ・サンチェスと対戦し、右フックでダウンを奪い、スタンドに戻ったサンチェスにすかさず右ストレートで1、RKO 勝ち。2018年4月7日、UFC223 の UFC 世界ライト級、王座決定戦で、ライト級ランキング2位のハビブ・ヌルマゴメドフと対戦。ヌルマゴメドフのパウンドを耐え抜き、 時折、パンチを当てるなど検討するものの、0から3のある判定負け、王座獲得に失敗した。当初は、同大会で、ポール・フェルダーと対戦予定であったが、ヌルマゴメドフの対戦相手であったトニー・ファーガソンや、マックス・ホロウェイが欠場したため、急遽同大会に出場予定であったアイア・キンタが、ヌルマゴメドフと対戦することとなった。二千十八年十二月十五日、 UFC オォックス三31でライト級ランキング4位のケビン・リーと再戦し、3から0の 5R 判定勝ち、パフォーマンスオブザナイトを受賞した。2019年5月4日、UFC ファイトナイト、ヤークインタ V.S エス、カウボーイで、ライト級ランキング8位のドナルド・セラーニと対戦し、0から3の 5R 判定負け、破れ走ったものの、ファイトオブザナイトを受賞した。 2019年10月6日、UFC243 でライト級ランキング15位のダンフッカーと対戦し、0から3の判定負けに連敗となった。マットセラの弟子で、レスリングと柔術を融合させたスタイルに、キレのある打撃を合わせ持つ。中でも、右ストレートと右フックの精度は高く、当たれば、相手を一発で沈める威力も兼ね備えている。また、 非常に打たれ強く、これまでのキャリアにおいて、コ、TKO 負けを喫したことは一度もない。ありがとうございます。